仕事めんどくさいなー。ドルエデンの面倒を見るのが私の仕事とはいえ、恐れられたり、嫌われたり、恨まれたり、表に出たら威厳を出して常にやつ、正直私の性格に合ってないんだよね、この役割。正直ミガドルエデンのみんなが役割を全うしてくれないからいけないんだよな。ミガドルエデンの人口は余裕で100桁を超えて毎日数えきれないほどの生命体が生まれてきてる。だけどそんな生命体全員が、帝王様に仕えるって役割が最低限存在するのに、みんな好き勝手にして全然帝王様の力になろうとしないし、むしろ殺そうとまでするバカまでいるし。ミガドルエデンの広さは帝王様のポテンシャルの象徴、住人の多さは才能と可能性の象徴、今の段階ですでに多すぎて扱いきれてない。このままだと私の役割も全うできないし、各エデンの責任者の負担が増える一方、弱ったよね。私のエデンは他のエデンに比べて人口が一番多い。それに強い個体が比較的に生まれやすい。はあ。メリアはいいよな。私だって帝王様にいっぱい頼りにされたいし、頼まれたら二つ返事で了承したいけど立場的にできないし。いや、待てよ。今私はミガドルエデン全土の最高責任者でもあるけど、それと同時にレイナシオンの最高責任者でもある。その役割から私が外れるのも手だね。そうすれば少なくとも役割は減るし、帝王様との関わりも増やすことができるかも。早速相談だね。レイナシオンのナンバー2、私の責任者代理を務めてるシルに。強制したらモチベーションが上がらずに役割を果たしてくれなくなるかもだからね。まずはやんわりとお願いしないと。入るよ。ミール様、まだ返事してません。やり直し。細かい。もう、わかったよ。もう一回やるよ。入っていいですか？ダメです。嫌な予感しかしないので。なんでー、ねえ。いい霊帝よ。はぁ、仕方ないですね。どうぞ、扉壊されても困りますし。ご用件は、ミール様のことだから絶対に面倒ごとでしょ。いやいや、お断り。気に入らなければ処刑でもすれば。そんなことしないよー。シルー、お願いだからお話だけでも聞いてー。わかりました。聞くだけです。判断は却下です。どうぞ。辛辣。なんでそこまで嫌がるの？ご自身の胸に手を当ててくださいよ。組織の面倒ごとは全て私。ミール様の幼稚な行動を全て隠蔽してきたのも私。ミール様のミスをフォローするのも私。完全無欠の完璧主義者のミールとは聞いて呆れる。じゃあ、ストレス溜まってるね。たまには他のエデンに旅行に行ってみては。あれ、シル。最近はよく他のエデンに行ってますね。明日、どうでかエデンに行けば今週だけで全エデンコンプリートですよ。やりましたね。スタンプラリーはどこですか？早く景品が欲しいのですが。スタンプラリーはしてないね。でも、シルも他の子に仕事振ってもいいんだよ。全部シルが負担することじゃないし。全部ミール様の仕事なのよ。私の仕事は全然店内の管理。私の仕事は順調なのにミール様が仕事してくれないから代わりに私がミール様の仕事を代理で出席しているんですよ。痛い、頬引っ張らないでー。まったく、私がミール様の側近で副長を務めてるからといって、なんで私がミール様のサボった仕事をやらないといけないのだか。痛い、辛い。それで要件は何ですか？あのね、私ってミガドルエデン全土の最高責任者でしょ。恐ろしい話です。その上、このペンデイデンの最高責任者でもあるでしょ。見えました。私をそのペンデイデン最高責任者にさせるつもりでしょう。話が早い。お願いできる。却下です。そもそもこのエデンは最高責任者がミール様だから他のエデンを牽制できています。これは、ヘブンズハートも例外ではありません。ミール様がバックにいるから私の発言力が増すのです。なのでミール様がいないとペンデイデンは今の状況を維持できなくなりますよ。だからだよ、今現状ペンデイデンは異様に強すぎる。その原因は主に私なんだけどシルが最高責任者になれば実力派ビオエデン最高責任者シンとほぼ互角。実力はミガドルエデンで8位、威厳は十分に保たれると思うんだよね。均衡を保ちたいってことですか。それを言うならシンはビオエデン最強ではありません。あのエデンにはメルとベルがいる。シンはまだ互角にやり合える可能性はあるとはいえ、あの二人は無理です。勝てる気がしません。シルの力は審判。あらゆる事象の結果を出すことに特化した精霊王。その結果はどれだけ理不尽で不可能でも、どれだけ確率が傾いていても結果を決めることでその出来事を確立させ、判決を下す力を持つ。本当はメルたちと肩を並べていた実力者、だけど私の側近としてビオエデンには連れていかなかった。シルには審判の究極系がある。に多能力を持ち、ベルは私の審判を無視し、ネルに関してはその結果ごと絶景で塗り替えてしまう。あの3人は戦闘以前の問題。基礎戦闘力では確かにネルとも戦えます。でも能力を含むと同等すら不可能。だからこそ牽制するためにはミタドルエデン実力1位のミール様の名前が必要なんです。だから却下です。そもそも仕事してないからいいでしょう。弱ったなぁ。このままだと責任者を押し付けられない。それでも私に責任者をしろというのなら自害します。自害？お世話になりました。来世では庶民として細々と暮らしますので。わかったよー。もう言わないからそんなこと言わないでー。シルスっぽい大事なのー。わかってますよ。ミール様は推しに弱いというのと、私の立場的にミール様は絶対に私を切り捨てることができないということは。それは良かったです。ではお互い良好な関係を築けるように頑張りましょうね。はい、失敗した。まったく、私も甘いわね。結局ミール様を甘やかしてるんだから。そういえば以前の責任者会議で話したのに、スピア様が現実世界から帰ってこなくなって、まさかここまでの日数がかかるとは思わなかったです。ましろも大変ね。こういう時の序列2位は本当、そんな役回りしかないと思うわ。私も序列2位時代の方が長かったから苦労はわかるわ。でもシル、あなたのところの責任者はミガドルエデン内にいるのでは？そうですね。ミール様はミガドルエデン最高責任者の責務の方が忙しくて、私が代わりにエデン責任者の仕事をする場面が多いですね。すごいですねミール様。獣族の私たちは責任者含め自由奔放だから。そうですね。あの偉大なるミール様が上だと知るも大変だと思うけど頑張ってね。はい。この会議が終わったらミール様のお昼寝時間が終わるくらいか。今日は部屋から出るのかしらね。スピア様もフェア様の時にミガドルエデン制度に多大な被害を出して、その時もマシロが一番苦労してたけど、スピア様になっても結局苦労するのね。そういえばシーもネルから強制的に責任者に変えられたらしいし、カトラナ様はまだ最高責任者としての実力を持てていない状態での世代交代。こんな状態で精霊族まで責任者交代とかしたら規制高いから絶対に暴動が起きる。メリアはいつまでにアイデンとして参加するの？さあ、ミールと私の契約が終わるまでですかね。今ミアイデンは国としての体制すらないらしいですし。ああ、ミアイデンは特殊ですからね。確かあそこの正式名称はクイーンレシオンでしたよね。あそこだけは月下様次第なので、それまではメリアがフォローしててほしいから、ミール様もまだ契約解除はしないですよ。確かなかなか神族は生まれなかったのかしら。はい、1個体がミガドルエデン強さ序列100位以内の強さを持つ個体ばかりですから、1年に1体程度じゃないですかね。ミガドルエデンも整ってそうで、まだまだ発展途上なんですね。そうね。私のエデンの子たちは根は真面目なのに、どこかやんちゃな子ばかりだから、これ以上増えたらさすがの私でも手いっぱいかも。最高責任者サイコさんの一人であるゲール様が言うのですから、本当大変なんでしょうね。シン、あなたもメンバーが増えたということは責任が増えたということ。しっかり気を入れて新人たちの面倒とネルの面倒を見なさい。気合は入っているんですけどね。個性派揃いなので。帝国も今ご主人がいろいろ国を動かしてますし、多分いろいろ荒れると思いますけど、なんとかフォローしないとですね。怖いわね。国なんてやすやすと変えていいものじゃないでしょうに。ご皇帝連合会議、一番参加したくないですね。はい、恐れ多いです。デカエデンとエンデカエデンと同デカエデンは速いペースで責任者がコロコロ変わって、エデン自体の治安も悪い。エイクシエデンとエクタエデンはサイコさんだから国の治安は高いけど頭が固い。エンニアエデンは責任者と代理の2人とも来ないわがまま国。それらの統括や牽制が私にできるわけがない。ミール様は絶対にミガドルエデンの王であり、ペンデエデンの最高責任者じゃないとミガドルエデンという世界は維持できない。仕事したくない。めんどくさい。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。